本日は第7回知的財産活用表彰の知的財産活用支援奨励賞を受賞しましたので、一言御礼のご挨拶を申し上げます。公益財団法人日本発明振興協会は、これまで科学技術の振興、青少年の健全な育成やより良い社会形成の推進を目的に、発明をキーワードに中堅・中小企業や青少年などを対象に諸事業を展開してまいりましたが、図らずも今回これらの取り組みを評価していただき、栄えある賞を賜りましたことは、この上ない喜びであり、深く感謝申し上げます。今回の受賞は当協会が実施しております発明大賞表彰事業、子ども発明教室事業、発明研究奨励金交付事業などをご評価いただいたことと存じます。発明大賞表彰事業は、優秀な発明考案により我が国の科学技術の振興、産業の発展及び国民生活の向上に業績を上げた中堅・中小企業個人の表彰をするものでございます。子ども発明教室事業は、小学3年生から中学2年生を対象とした発明教室を開催し、自分の考えたアイデアを作品として実現させることに挑戦し、物の仕組みや物作りの面白さを体得させ、創造性を養い、21世紀の物作り日本を担う子どもたちを育成するものであります。発明研究奨励金交付事業は、中小企業または個人発明家に対して発明考案を実施化するための施策試験に要する経費を助成するものであります。このように、これまで取り組んできました事業が知的財産の活用を支援する方法として高く評価されたものであり、これに優る栄誉はありません。現在も発明考案に勤しむ中堅・中小企業個人並びに関係者にとっても大きな励みになるものと確信いたします。本日は誠にありがとうございました。